はい、さい、島中中はひだまんです。石垣島のことは俺に任せろということでね、石垣島のことは俺に任せろって毎回言ってるんですけども、そしたらね、もういろんな相談が来るんですよ。美味しいご飯屋さん教えてくださいとか、おすすめの海遊び教えてください、おすすめの観光スポット教えてください、こんな感じでいろんな相談来るんですけども、今日はね、またちょっと変わった相談が来まして、石垣島で自主トレをしたいということで、今回そのお手伝いをさせていただきます。こんにちは、この度石垣島でトライアウトに向けて自主トレをさせてもらいます、元中日ドラゴンズの三島拓也です。はい、なんと残念ながら戦力外に、ね、なったということで、でもまだ現役続行のね闘志があるので、石垣島で自主トレして次の球団獲得に向けてやるということで、はい、今日そのお手伝いをしたいと思います。やっぱ大きいですね。で、キャッチャーがやっぱり素人ではできないので、僕の同級生がたまたまキャッチャーで、ね、やってくれるということで、石垣島の軟式野球強豪チームマキラサンウェーブの高田監督です。こんにちは、ヒデウマンの同級生で、同じチームで一緒に野球させてもらってるところなんですけど、今回ヒデウマンの協力というよりも、昨夜選手のキャッチャーということで、少しでも力になれればなと思って頑張りたいと思いますので、よろしくお願いします。よろしくお願いします。しかし暑いね。いや暑いです。汗だくです。汗だくだ。これね、まあ、体動かしやすいから、これが一番いいです、はい、今日からね、何日かな、密着していきたいと思いますので、また皆さんも応援よろしくお願いします。はい、ということで三つも選手がね、またプロの世界で活躍できるように全力でサポートしていきたいと思います。まずはね、肩慣らしをしてるんですけども、この時点で早いですね。そして打席に立たせてもらったんですけども、スライダーの曲がりがえぐい、体にぶつかるんじゃないかなっていうところからね、大きく曲がりました。なんと最速は152キロでぐいぐい押すタイプのピッチャーだそうです。このシンカーも切れ味がすごいな。ぜひ俺も真似して習得したいと思います。この後ね、約30分ぐらい投げ込みをしました。よし、外まっすぐ行きます。決まったら終わろう。よし、バッターよく取ってもらうと全然、あ、本当球が変わりますね。目印がやっぱあるので。そうよね、俺に進化教えて握りだけ教えて、握り進化を ここにかけます、うん、で、あ、こっちか、はい、で、このイメージはイメージですよ、感覚ですけど、ここにまっすぐを投げる形で入ってって、小指で入って人差し指で終わる。小指で入って、あー、でここに狙ってるんですけど、ちょうどそれがコピューってこう真ん中行くっていう。じゃあ俺は次の試合で使いたいと思います。使ってください。思い立ったぞ。頼むぞ。できるできる。じゃあありがとうございました。はい、ありがとうございました。受けてみて、この衝撃とかやっぱ違う、全然違うね。やっぱ一球一球細かく見て取ってはいないけど、感覚で取るさね。ああ、でも取ったつもりが取れてないボールがスライダーに行ってあったりとか、ああ、だからある意味消えてるような感覚があったりっていうのはやっぱプロなんだなっていう、うん、はい、どうでしたか今日はですね、1回目に比べて2回目の方が良かったんですけど、いい気候もあって出力が出てしまいすぎて制御できない部分もあったんですけど、そこをやっぱり帳尻合わせて、ピッチングできたら持ってよかったかなっていうのと、最後はヒデオマンにバットボックスだったので、いやもう真剣モードで変化球も投げれたので、すごくいい練習になりましたし、まあ、打者立ってもらった分球も結構行くようになったので、本格的な練習ができたなと思ってます。はい、ありがとうございます。この後はランニング、ランニングですね。ちょ、俺もランニング一緒に走るね。あ、本当です、お願いします。はい、せっかくなんでね、走り込みの方をちょっと一緒にやりたいと思います。この前石垣の社会人野球大会で MVP も取らせてもらったんで、磨きをかけてね、またね
MVP 取りたいと思います。じゃあこれから3-2-1シャトルやります。 30m、20m、10m か、はい、やっぱ今のね野球もね、あの長い距離はもうあまり必要ないということで、実践的な、より実践的な短い瞬発系のね運動が主流になっているそうです。はい、陸上終わりまして、次は、ジム、はい、トレーニングですね。トレーニング、あの石垣のジムといえばこちらのビルパニさんが、はいはい、もうね、設備もすごいんで完璧ですね。で、まあ、ジムは、まあ、やっぱり、自由にやってもらって、俺、はい、勝手にやってるから。あ、分かりました。1個だけ教えてほしいんだけど、はい、スピードアップ の、はい、あのトレーニングしたいから、なんか、はい、これやったらいいよって。今日やるんだったらこの横の動きがすごいスピードに大切なので、うん、サイドランジっていう、サイドランジ、ちょっと重りを持ってちょっと下の体勢でちょっとこういうイメージ。これはどれぐらいやったらいいか。まあ10回3セット、10回3セットぐらい。ちょっと押し込むイメージ、右足で。じゃあ俺はこれやってるから、はい、あの竹はあのバンバン自分もやって、はい。しっかりトレーニングできましたか。はい、バッチリですね。です俺も便乗してもう気持ちよくトレーニングできたんで。そうですね、もうせっかくなんで一緒やっぱオンとオフが大事だと思うんで、はいはいはい、まあ、せっかくもうねこんな天気から石垣の自然でこのリラックスして、はい、はいはい、そうです、ね、観光も、まあ、タイミングがあればじゃあ観光ぜひ行きますか。はい、よろしくお願いします。はい、じゃあまた、はい、まあ今日またゆっくりして、はい、ありがとうございます、はい、じゃあまた明日、またはい、頑張りましょう。よろしくお願いします、はい、ありがとうございます。はい、ということで、はい、オフですね。そうです、オフです。オフもしっかり楽しんで、はい、リラックスしてほしいんで、はい、ここね、はい、エビが取れるわけ。だからこのエビを取ってリラックスして、はいはい、また次の練習に行ってほしいなと思って、はい、そうですね、まあ、エビもね、やっぱり難しい。あ、はい、集中力が必要だから、はいはい、これも何かの役に立つと思う、はいはいはい、ちなみに俺、いろんな人案内してるけど、同じチームメイトの加藤翔平が、はい、5匹で、今のところ1番だから。じゃあ僕6匹で、6匹でそこ超えていこう。はい、はい、これを、はいはい、本当にこれぐらい、親指の爪ぐらいに、これぐらい、うん、ちぎって刺す、先っぽに刺す、先端に。はい、 OK で、これでおびき寄せる。コツとしては網をもあらかじめ下に置いて、置いて、この上に、そう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 、でそこに来たら上げる。その上げる時のタイミングがポイント。駆け引きね、駆け引き。まあ、いるね。うわー、すぐ引っ込むな、痛いな。なんか本当にもうめちゃくちゃゆっくりやらないと。なるほど。でこの角度だと、はい、網がこの角度だと上げるのにちょっと。あ、こうやって。振り分け、はいはいはい、もうちょっと直角に入っていく方が、そうそうそう、そうそうそう、なるほど。たまたま。あー、くそ、やっぱエビも頭使って上までは来ねえか。姿勢がきついし。そうそうです。いい感じの姿勢が保てる場所とかも探しながら。
ゲット取れたここにいたら気満ちの意地だよはい、なんとか取れました。追い込み作戦成功。取れました。一匹。さすが、さすがプロの集中力。いやいやいや、まだまだ。ツーアウト満塁。ツーアウト満塁、ツースリー。ギリギリセーフ。ギリギリセーフね。よかった。はい、終わりました。どうでしたか。いや、難しいです。難しいでしょ。素早い。素早すぎて。この、なんか追いかけすぎると逃げられるし。この駆け引きがね、やっぱ大事だから。あ、そうですね。これなんかピンチの時になったら思い出して、バッターとの駆け引きですね。生かしてもらいたいと思います。はい、じゃあ結果の方は見てみましょう。はい、結果の方は、ブルー逃げないように。デン。1、2、3、4匹です。イエーイ。やりました。4匹とね、1時間ちょっとだから、はい、まあいい方。あ、よかったよ。まあ、1時間で5匹取れたらいい方だから。あ、よかったよかった。全然いいよ。よかったよかった。やっぱ難しいから。いや、よかった。坊主ならなくてよかったです。そうだね。そう、結果がそれだから。いや、マジで結果の世界です。そう、じゃあせっかくなんで食べますか。あ、食べたいです。はい、そうですね。食べるまでがね、このエビに対するリスペクトだから。あ、そうですね。礼儀ですね。はい、はい、食べて終わりましょう。はい、はい、じゃあ一旦帰ります。はい、さてこちらはね、今日はあの餃子のシンシンにしてるんですけど、こちらで揚げてもらいます。はい、どうでしょう。綺麗に揚がってますね。美味しそうですね。取れたて、揚げたて、はい、ちょっと、はい、食べてみて。さあ、自分で取ったエビの味、はい、いかがでしょうか。いただきます。じゃあ実食。もう丸ごといっちゃって。もう綺麗な色、鮮やかです。そのままいっちゃいます。身がしっかりしてる。おいしい。ちゃんとエビの味する。はいはいはい、エビ、本当にエビ。おいしい、おいしい。もう練習もしてリラックスもして、おいしいのも食べて、もうこれでバッチリだね。はい、140点。いただきました。はい、じゃあまた明日最後の練習やって、そうですね、実習で終了という感じで、はい、名古屋に帰って。じゃあここ今日で、あのここもね、名古屋の人がやってるわけ。ああ、そうです。あのシンシンっていうところでやってるんで、はいはい、まあ他にも美味しい料理あるんで、はい、今日はじゃあ食べながらゆっくり。はい、そうですね。じゃあいただきます。いただきます。はい、また練習最終日ですね。今日はあのキャッチャーのね、お面の方にカメラつけて、リアルなね、球筋をお見せしたいと思います。じゃあお願いします。じゃあお願いします。ということで今日はキャッチャーの面にカメラをつけて、はい、リアルな軌道をお見せしたいと思います。テレビとかでは見たことあるけど、実際見るのは初めてですね。ね、そうです。いや、すごい迫力ですね。僕も草野球ずっとやってますが、さすがに迫力が違いますね。これは恐怖だ。はい、よっしゃ、よっしゃ、気持ちで。うわ、晴れてる。晴れてるじゃん。ああ、そう。なんかもうパンパン、多分色が変わってくると思う。やっぱあれぐらい衝撃があったってことか。どうだった、早かった。めっちゃ早かった。何が違う。コントロールもいいし、キレイもあるし。いい勉強になっただろ。はい、じゃあ野球目指して頑張るよ。はい、座席立ってみてどうだった。いや、もうやっぱプロの球はさすがって感じなんで、うまく捉えようと受けるってことなので、頑張ってぜひ活躍していただきたいなと。今日でちょっとパンになりました。そうですね、はい、想像を超えた、やっぱプロなんで想像を超えたキレとスピードで来るから、やっぱ少しでも芯外すと、うん、もう骨、自分が思ってる、うん、なんていうか、思ってないとこに来るから、ね、るから、うん、ここにやっぱりボールは球球だけど、うん、やっぱ速ければ速いほどボールで線で来るため、その線がこんな感じだろうと思って線で取ろうとするけど、やっぱキレが良ければいいほどそのポイントを外してしまう、うん、それが
わでも青いな。今からだ、これからだ。な。はい、じゃあ練習。はい。石垣君の一緒か、これ。はい。迷いましたけど、はい。仕上がりはどうですか。いや、3日目めちゃめちゃ仕上がり良くて、コントロールもついて球の勢いも出てきたので、まあ、この勢いでトライアウトへ挑みたいなと思ってます。キャッチャーどうですか。そうですね、3日間受けて、本来なら初日、2日目、3日目って慣れてくるところなんですけど、3日目の方が怖かったそれぐらいだから来てるっていう感じかなと感じました。いやもうね、僕らも石垣でこうやってサポートできたんで、ぜひ本当に三笘選手のね、はい、新しい球団とこれからの活躍を応援しますので、はい、頑張っていただきたいと思います。はい、はい、じゃあ本日はどうもありがとうございました。ありがとうございました。頑張ってください。ありがとうございました。ありがとうございました。最高です。